9時4分、コンゼアルプスにやってまいりました。桐生のキャンプ場の駐車場に来ています。川沿い。では9時6分スタートします。序盤は北谷林道という舗装された林道を進みます。はい。内ヶ滝と北谷線。玉水木の道の分岐点です。どっちでしょう。ちょっと沈みます。先ほどの分岐点から内ヶ滝の方へ来ました。右手に農業用のため息が見えてます。9時15分川を渡ります。9時20分、沢沿いを進むコースです。先に向かっているので、ずっとこのまま先まではこの沢沿いのコースかなと思ってます。23分、時計の方のログを動かすのを忘れてました。試合景観山まっすぐ進みます。25分、ここもまたまた分岐点です。あれ、あ、滝行ってから、あ、そうなん、こう先多分登るんちゃうか、景観山。ちょっとログ見ます。はい、先ほどの分岐点を滝の方へやってきました。やってきたらいきなりロープ場です。よいしょ。花崗岩の大きな岩を登ってます。じゃあ、はい、9時30分推ヶ滝の分岐点です。よいしょ。はい、9時34分、スタートから大体30分ぐらいです。内ヶ滝到着です。よいしょ。おお、すごい。内ヶ滝の方から景観山の分岐へ戻ってきました。9時40分です。1段目の景観山を目指します。50分かかんの。9時46分、
49分ロープ場です。向こうが滑りそうです。よいしょよいしょ。はい、9時58分沢登りコースみたいになってます。よいしょよいしょよいしょ。お、ロープ場です。よいしょよいしょ。あ、怖い怖い、あ、怖いよ。どうやったっけ。10時9分よいしょ。景観山と天竜川の天気と交流します。よいしょ。10時19分ここから急登が始まりそうです。ちょっと急登の前によく凍らしてきたゼリーをいただきました。よいしょよいしょ。ちょっと相棒がバテ気味です。いけるかどうか、景観山でピストになるかもわかりません。9時39分です。開けたとこ、え、かなりもう相棒がバテてます。はい、10時44分景観山頂上到着です。よいしょ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 。あ、景観山で昼食をして、こちらの方から駐車場に下山したいと思います。11時32分です。眺めのいい稜線伝いを下ってます。よいしょ。まあ、でももうここは最後ぐらいか。いや、すごいな、稜線でもないな。ここはもう、まあ、すっごい急登や。ここ、おー怖い。ちょっとカメラ止めます。11時43分落ち潟汽船への分岐路です。ここを落ち潟汽船の方、落ち潟汽の方行くと朝来た道です。え、そうなんだ。上気流の方行くとまっすぐ、ではちょっと来た道と違って北谷林道の方から出発したいと思います。よいしょ。11時50分
から、あ、運動会。あと、組み合わせ。はい、12時ちょうどです。また分岐が来ました。玉水木の道、あ、ここも景観山行けるな、こっち側から。あ、なんか玉水木って書いてた。駐車場、あ、こっちです。ここも駐車場。うん。ここ駐車場。これよりですか？いや、わからん。ここやったらただや。はい、林道と朝来た山道の合流点になります。朝こっちの星ヶ岳の方へ来ました。はい、間もなく駐車場だと思います。そう、ここ通ってんで、ここ通って来て、はい、12時7分駐車場が見えました。最後のゲートをくぐって駐車場突入です。もうほぼほぼ駐車場満車です。もう枠外にも止めてはる方がおられます。では今日は昨日娘夫婦たちと餃子だったんで、今日は洗濯機でも買って帰ります。